どうもほぼ日ラテアートの山下です。本日もよろしくお願いいたします。今回は2段のウィングチューリップの描き方についてお伝えしたいなと思います。また特にそのウィングの部分にスポットを当ててお伝えしたいと思います。基本的にウィングチューリップの考えとしては、もうすでにレイヤーハートの状態に押し込んでウィングができるっていうのをまずその大前提として置いといていただけたらなと思います。ですね、2段チューリップであった時に2段目を入れてウィングを作るのではなく、1段目ですでに全部ラインが内側に入ったウィングにウィング状態、レイヤーハートになっている状態に2段目を入れて、そのラインとラインの幅を広げてウィングに見せているっていう感じが私の中のイメージだと思っています。イメージとしては画像のようにハートに入れ込むっていう形です。そしてその力で入れ込む力で左右をグッと上げて、2つ目に入れたハートの約そうですね横ぐらいまでギュッと持っていくのが考え方だと思っています。またその1段目1投目ですね、レイヤーハートとなる部分ですが、大きく描かなくてもいいと思っています。どちらかというとその2つ目でギュッと広げて大きくするという感じですので、無理に大きく描くのではなく、正確なレイヤーハートをやや小さめに描いてしまうのがコツだと思います。それではそれを踏まえていただいてどうぞ。こういったウィングチューリップができれば、そうですね、リーフとかも簡単にできるようになりますし、レイヤーハートもできるようになるかと思いますので、ぜひピッチャー振る練習にウィングチューリップっていうのを変えてみてはいかがでしょうか。当店舗では1対1のラテアート教室を行っております。こういった難しいアートを描くにあたって、完璧なフォームミルクっていうのがまず大前提になります。その次にピッチャーの振り方をしっかりと理解しておくっていうことも大事になります。こういった基礎を一気に身につけて、もう一気にラテアートを描けるようにしていくのが、この1対1のラテアート教室の目的です。ですので、少しでも早くすぐにラテアートが描きたいっていう方は、もうぜひともおすすめする教室ですので、よろしければ一度ご参加ご表明いただけたらなと思います。本日もご視聴いただきましてありがとうございました。